どうも、つむつむをしてみたです。今回の動画はすごいですよ。前回ね、邪魔れでまたね、効率、今回の動画も効率系の話なんですけど、前回もね、同じような邪魔れのロングショートのやり方の動画で同じようなことをしたんですが、今回はね、その動画よりもすごいかもしれないです。その前にですね、今チャンネル登録してくださっている826人の方、ありがとうございます。でね、まだ登録してない方はぜひお願いします。僕のね、見てくれてるだけで嬉しいんですけど、僕のね、モチベーションアップにもつながるので、ぜひね、チャンネル登録お願いします。で、1000人目指してるのでね、ぜひお願いします。はい、ということで、まずは僕の作ったね、コイン稼ぎ効率検証表をご覧ください。はい、で、これをね、まず見ていきましょうか。で、1位がやっぱ圧倒的ガストンですね。で、2位が雪のジョエルさん。で、3位がホリデーティンクなんですよ。で、下にジェダイルークとアナキンがいます。で、ということで、ね、今回、紹介していくのはホリデーティンクですね。はい、再検証って出てるんですけど、これね、やばいですよ。平均を見てもらうとわかるんですけど、平均が1万枚超えてます。で、毎秒効率で言うと、ジェダイルークよりもね、ちょっと結構差つけてますね。で、雪のジョエルさんに結構迫る勢いで、効率いいです。でね、これたまたま調子が良かったとかそういうのじゃなくて、確かね、この時は、6連続くらい満枚出してたんですよ。ホリデーティンクで。6連続くらい満枚出してたんで、なんでこんな、いきなりね、万枚出すようになったかっていうと、これたまたまうまくいってたっていうわけじゃなくて、コツをつかんだんですよ。で、ということで今回はね、なんでこんな効率が上がったのかっていうのと、あと、どうしたらね、効率を上げられるのか、まあ、コツですね。コツをちょっと解説していこうと思います。それでは。はい、ということでね、今流れてる動画が、この再検証した時の動画ですね。この時は3プレイしかしてないんですけど、このね、惜しくもね、もう最初にネタバレしちゃうと、この3プレイ目がね、この連続3プレイの3プレイ目で、惜しくも万枚、ちょっとね、ギリギリいけなかったんだけど、それより、この3プレイするより前に、実はもう一回3プレイしてて、その時は、録画してなかったんだけど、全部万枚超えてました。で、どうやったらね、こんな万枚超えるのを連続して万枚出すのかっていうと、もうコツ解説しちゃいますけど、このホリデーティンクなんですけど、これね、まず、スキルがね、マイツム同士が、フィーバー内であればマイツム同士が離れて、離れてても、どんだけ離れてても繋がるんですよ。ってことは、めちゃくちゃに消しても、めちゃくちゃになぞっても繋がるんですよ。これを利用して、超高速でね、消してます。どういうことかっていうと、まあ、簡単に言うと、あれですね、普通の人は、スキルマックスで、3回消しが終了になってるんですけど、このツムは。僕の場合はね、4回消ししてます。このホリデーティンクで。で、どうやってね、そんな4回消しするまで、早くなぞるかっていう、やり方なんですけど、コツはね、簡単です。マイツムが、ホリデーティンクがね、のマイツムが、落ちきってからなぞると遅いので、もう落ちきる前にね、もう上にね、落ちてきてる、降ってきてる状態から、もう見えてる状態からもう繋いじゃいます。触って、あとはもう擦りまくる。上の方を降ってくるであろう、マイツムのところを擦りまくる。ちょっと、ごめんなさい。ちょっと説明がね、難しいんですけど、とりあえず、マイツムが見えたら触ってもグワーって擦りまくる。そうすると4回消しできます。で、フィーバー外だとね、マイツム同士離れて消せないので、そういう時はもう、ショートチェーンでタイムボム狙いを出してます。そうすれば、タイムボムが出てね、時間が増えて1万枚超えます。やり方はね、こんだけです。はい、なので、ホリデーティンクね。ぜひね、ごめんなさい。ちょっと季節外れ。どう考えても季節外れなんですけど、ホリデーティンクね、持ってる方はね、ぜひとも、活用してみてください。一応ね、多分低スキルでも使える性能だと思うので、
持っている方はね、ぜひ使ってみてください。で、スキル4でも多分ね、頑張れば9000くらいいけるんじゃないかなと思ってます。この僕ね、ごめんなさいね、ホリデーティングの低スキル持ってないんですけど、頑張ればね、9000くらい持ってたら、頑張れば9000くらいいけるんじゃないかなと思ってます。はい。ということで、あとはね、ちょっと、サンプレイの、効率検証の時の動画が残ってるので、あとの残りの動画をご覧ください。